懐かしく感じます。まあなんて言いますか、次にそのアイヌコタンですね、阿寒湖温泉ホテルがあったりしてね、そういう、まあ、観光地ですよね。この街並みの中に20軒ぐらいかな、お土産物屋と言ってもいいお店が多いですが、中にはそのね伝統的なものを扱ってその文化を伝えるんだっていう風にやってるお店もあるよと。カオルさんのお店エポエポを目指します。阿寒湖温泉地みたいですね。あった、ありました。民芸のお店、かやぶきみたいな。中まで車で入れるんだ。まあ駐車スペースはね限られてますね。一刀彫り、木彫り専門です。伝統の曲を春のやつは北海道に来るんだよね。来ますか。フルダンスの愛好が北海道だけでも100人ぐらい、今回はハワイで山火事やって、ありましたね。それで誰も来ないんだ。やっぱしょうがないね。しょうがない。はい、じゃあエポエポさんですね、カオルさんにウクレレの音を届けてきました。じゃあよろしくお願いします。よいしょ、いきます。ではこれハワイ伝統の曲ですね。むっくりと同じルーツのウケケっていうのがウクレレの先祖です。はい、いきます。1、2、3、4。ありがとうございます。こんな音がするんですよ。なんか懐かしく感じますか。うん。ずーっとラフかなんかやってんの。僕ですか。僕は今46なんですけども、15歳から30年ぐらい弾いてます。むっくりは本当は神聖なものでおもちゃみたいなものじゃないよと。おもちゃみたいに言ってていうから、ああそういう人がいるから。なるほど、それでやめたんです。ああ。もう一本あったら暇ついてるやつだよね。やっぱ祈りを捧げるための。昔じゃん。はい。そうだったんさ。うん。なんか。はい。単なるお見えみたいにプクプクしてるから。はいはいはい。やめようってやめてる。うん。どっかに。